本日お伝えいたしますのはプレシーズンマッチフォーリーホック対アルビレックス、この試合の模様を津波聡さんの解説でお伝えしてまいります。津波さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今両チームの選手がピッチに姿を現しました。津波さん、素晴らしい天気になりました。そうですね、いいゲームが期待できますよね。遠藤を紹介しましょう。左の遠藤を守るのはフォーリーホック、対しまして右の遠藤を守るのはアルビレックス。そのまま上がります。ヘッド前に出して、そしてここは船越、長いボールだ。そこから船越、うまくプレスをかけます。いいプレッシャーですよ。ファウルを取りました。これは注意だけのようですね。壁に当たった。キーパーがっちりと掴みました。ヘッド。両チーム立ち上がりは慎重な攻めを見せています。軽く出して、ここに船越、これはクリアします。右へ出した、潰されます。ここは池田、返して、さあチャンスを迎えている。ヘッド、一旦戻す、回して宮澤、前方へ。15分を回っています。先制のチャンス、ヘディングこぼれている。熱い守りです。ヘッド、よくカットしました。さあ前へ、また持っています。大きく立て、胸で落としました。一旦後ろへ返す、前方へフィードします。そして吉田、左に送って一旦戻します。デンジャラスプレーだった気がしますが、レフリーの死角になっていたんですかね。ダイレクトにつなぐ、後ろから行った、つないで宇治原、
後ろから行ってしまいました。これはカードが出るか。イエローカード、両チーム通じて初めてのイエロー。ボリーホックボールになります。胸で落としました。前に送って左に回す。そしてここは長谷川トラップ、落ち着いた攻めを見せます。浮き球のパスが来た。落としてミドルシュート、素晴らしいディフェンス。左へ、右に回す。サイドを変えます。そこから宇治原、ここに宇治原、ここは吉田、回して深川、そして丸山、ヘッド。津波さん、ここまでのところどうでしょう。そうですね、シュートの数が少ないですね。もっとどんどん打っていかないとダメですよ。左へ出した、うまくトラップ、つないで上園、そしてここは寺川、そこから木山。40分経過、スペースを探す。ちょっと欲張ったか、前、胸で落としました。先制のチャンス、見せてくれます。鉄壁のディフェンス。左に送って、ここに池田、またクリア。ここはセルジオ、イエローが出ますか。これは カード、この判定どうですか。今のは仕方ないですよ。フリーキックです。潰されます。回して池田、前半戦終了です。ハーフタイムに入ります。依然として両チーム無得点。とにかくリズムを大切にして、自分たちのリズムになった時にいい攻撃につなげなければいけませんね。はい、後半戦開始です。このハーフタイムでの選手の交代はありません。そして池田、つないで吉田、ヘッド、ヘッド。そしてここは長谷川、食い止めた。左に回す、トラップ、胸で落としました。そこから船越、縦へ打っていった。前に出して左へ、オープンスペースを使ってきました。クリアしました。このパスは通りません。左へ出した、左に送って、どこまでも守ります。戻して、ここに池田、右へ出した、左に回す。ここは吉田、回して宇治原、そして船越、右に回す。スルーパスは、今のつながればチャンスだったんですけどね。肝心なところでつながりませんね。落として15分を回っています。依然として両チーム無得点。クリアがちょっと小さいです。ヘッド、右に送って軽く出して左へ、
つないで秋葉、左へ出した、奪った、左に送って、さあワンタッチで、この辺り丁寧に行ってほしい。これは突破できません。右へ、入れてきた、しかし通らない。そして中に返して右へ出した、ヘッド、あと後ろから行ってしまいました。これはカードが出るか、イエローカード、ラフプレーが増えてきました。右に回す、右に送って、そしてここは北島、そこから深川、ここに寺川、ここは長谷川、回して吉田、左に回す、右へ、右へ出した、ここから組み立てていく、左へ、左へ出した、胸で落としました。30分経過です。ヘッド、ドリブルで上がっていこうというところ、そして吉田、これはクリアします。またクリア、胸で落としました。前方へ、ここでボールを奪いました、またも奪った、つないで深川、そしてここは池田、ヘッド、ヘッド、ここで仕掛けます。依然として両チーム無得点。大きくいった、本間落ち着いたプレーを見せました。左に送って、そこから池田、ヘッド、長谷川、足が止まってきた、上げるか、いいところへ来た、ヘディングが来る、ヘッド、ヘッド、右に回す、左に回す、ここに宇治原、クリアしました。ここは深川、回して北島、後ろに返して栗田、ヘッド、後半終わりまして V ゴールに突入します。津波さん、これほぼ互角と見ていいんじゃないですか。そうですね、いつ試合が動いてもおかしくはないですね。延長戦開始です。右に送って、そのまま上がります。左サイド深川、そして栗田、打った、これはやや精度を欠きました。ヘッド、うまくトラップ、つないで深川、奪いました、いい判断でしたね。ダイレクトで出してきた、木澤、表情に疲れが見えます。前、オープンスペースを使ってきました。さあ折り返してくる、これは届かない、取った、左へ、一気に出した、右へ、
縦へ。これは後ろから行ってしまいました。イエローが出ますか。これはイエローカード。ラフプレーが増えてきました。フリーキック、ペット、そしてここは宇治原、胸で落としました。北島、スタミナ切れか。縦にボールが出ました。宇治原、足が止まってきた。そこから北島、まずは延長戦前半を終了しました。延長戦後半開始です。右へ出した、下げて、ここは小川、激しく当たる。一旦戻します。膝は表情に疲れが見えます。今のはキーパーよく出ましたね。胸で落としました。長谷川、スタミナ切れか。ヘッドで返す。ここに村越、シュートに行った。もう一度来る。これはブロックしました。大きく縦へ、右に回す。ここは村越、チャンスになるか。ヘッド潰されます。膝は足が止まってきた。左へ出した。ヘッド、胸で落としました。右に送って、倒されました。これはカードが出るか。イエローカード。ラフプレーが増えてきました。フリーキックです。後ろから行ってしまいました。これは注意だけのようですね。回して池田、表情に疲れが見えます。シュートだ、弾いた。少しディフェンスの対応が遅かったですね。ここで得点できるか。ニアポスト、流し込んだ。いいディフェンスだ。延長戦決着つかず、 PK 戦にもつれ込みます。さあ PK 戦、ホーリーホック最初に蹴るのは深川、決めた。次に蹴るのは船越、決めた。吉田、入れられるか。キーパーの左、本間、止められるか。左隅に決めた。次に蹴るのは池田、ど真ん中から入れてきました。本間、止められるか。外した。北島、入れられるか。右隅に決めた。チームメイトが固唾を飲んで見守っています。決めた。これは止めるしかありません。キーパーファインプレー。今のはキーパー読んでましたね。はい、もう後がない。
この瞬間に明暗が分かれました。ホーリーホック PK 戦の末勝利です。津波さん、いかがでしたか今日の試合。思惑通りの展開だったんじゃないですか。はい、ご覧いただきましたようにホーリーホック勝利という結果に終わっています。この放送は解説に津波聡さん、実況は私清水大輔でお送りしました。津波さん、どうもありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。それでは皆さん、またお会いしましょう。